皆さんこんにちは、カズラボチャンネルです。今日はですね、フリーウェルさんからレビュー動画以来第2弾ということで、マビックエア2用アナモルフィックレンズが届きました。以前ご紹介したのはカセのアナモルフィックレンズだったんですけれども、まあ、ぶっちゃけあれ以降一度も使うことなかったっていうのも、あのフレアがですね、あれがアナモルフィックの味としてすごい良いとされてるらしいのですが、僕にとってはちょっときつすぎて風景向きではないなと思ってですね、でサイドの解像感が失われてたので、まあ自分には合ってないなということで使わなかったんですけれども、フリーウェルさんはぜひね、これうちの製品を使ってくれと、比べてほしいという話をですねして、あ、そうなんですかと、ということでこれを検証していきたいと思います。最後までご視聴よろしくお願いします。こんな感じでステッカーとか入ってます。布レンズの方どうでしょうか。フリーウェルと名前が入っております。カセのやつと比べたらこのレンズですね、これ小さい感じがしますね。できましたね、この感じです。やっぱりカセのやつよりは小さいような気がします。こちらがカセです。こちらがカセです。でこちらが今回送ってきたフリーウェルさんのやつですね。比べてみると、こちらのフリーウェルさんは完全にカバーをしているような形になります。レンズの大きさもカセよりは小さいのかな。カセです。あ、丸出しですね。このままにどうなんでしょうか。こちらは完全にカバーする感じです。フリーウェルさんのアナモルフィックレンズです。逆光なんですけれども、このフレアが全く出てないんですよね。一瞬おお、これはと思ってしまいました。以前のカセさんのアナモルフィックレンズはこのような感じで横にラインがガツンと出ておりますが、これがちょっときつすぎて、このラインですね、で蹴られもちょっと出ているので、これは厳しいかなと。まあこれが元データ引き伸ばす前のデータになりますけど、蹴られてますよね。でフリーウェルさんのは、まあ、このような感じで蹴られもほぼほぼ出てない、フレアも出てない、レンズなしの状態のノーマルはこのような感じです。2を比べてみましたけれども、カセがスーパーワイドですね。一番両フレーム多く入っております。そして次がフリーウェルさんのレンズで、ノーマルだとこの画角っていうことで、どれだけあの広角になってるかがこれ比較できると思うんですけれども、フリーウェルさんはこの間ぐらいの画角になってますね。これが通常の撮影したデータになります。でこれをシネマチックに見せるには、上下に黒い枠をつけて横長く見せていたと。でもせっかく撮影してるデータがあるのに、この黒枠で隠すのはもったいないんじゃないかというので開発されたのがアナモルフィックレンズになります。これは多少縦長になるんですけれども、上下を縮めて横長くするっていうので、あのちゃんと撮影したデータ全てを見てる状況になるので、そしてスーパーワイドでもあります。なのでかなりですね、広く撮影することができるということになります。これがノーマルのデータですね。そしてアナモルフィックレンズだと、入るはずもなかったこの両端の縞々まで入っている状況で撮影ができております。なので、あの本当広角で広大な場所とかでこのレンズを使うと、かなり有効な撮影になるんじゃないんでしょうか。ただ問題がですね、この左上プロペラがね入っちゃったんですよね。どうも風向きによってはこれ出てこなくなるんですけれども、ちょっとこの辺注意して撮影した方が良さそうです。まあなんといってもスーパーワイドなので、まあこのプロペラが入るのは仕方ないのかなという気がします。まあ、常に入ってるわけでもありませんし、風向きによってちょっと入っちゃうなっていう方角がありました。ですので撮影の際は注意した方が良さそうです。スマホの画面になりますけれども、船が多少縦長くなっているのがわかるかと思われます。これを上下縮めてというか、まあ、横に伸ばす感じですね。そしてシネマチックの画角に合わせて広い広角な映像を仕上げるということになります。僕的にはですね、フリーウェルさんのアナモルフィックレンズはフレアも全然出ないですし、本当広くですね広角に撮りたいという時にかなり有効なので、今後使うことが結構ありそうな気がしております。ぜひですね、皆さんも他の人よりも広大に俺は撮りたいという人は、このレンズがかなり有効になるんじゃないんでしょうか。ぜひお試しいただきたいと思います。それでは最後にですね、アナモルフィックレンズを使って撮影してきた絶景動画を皆さんにご覧いただきたいと思います。いつもご視聴ありがとうございます。そしてフリーウェルさん、ありがとうございました。